あと2分しかないんで、それで大臣、総理大臣、従いましてこの原点の確認とそれに基づいたテロとの戦いにそもそも参加をすることの是非、方法、その基本的な問題について、私今今日いろいろ質問してまいりましたけれども、その全体についての今後の本当にそのテロとの戦いというものに参加をする根拠があるのか、そして必要があるのか、そして本当にテロを根絶するためにはどんな、形の対応をしていったらいいのかについてお伺いをしたいと思います。福田内閣総理大臣。我が国としてですね、米国が明らかにした情報を含む各種情報を総合的に判断して 9.11 同時多発テロはですね、アルカイダにより実行されたものと、こういう判断をいたしております。で、現時点でなすべきはそのようなですね、アルカイダ等によるテロを根絶すること、でございまして、国際社会はそのために結束してテロとの戦いに努力を傾注していると、そういうことですね。そこでですね、昨年末に民主党が提出した法案もですね、これは安保理決議16595を踏まえているということになっておりますけど、これはですね、この16595はアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃に関連して採択された決議なんですね。ですから本当においても、そういう認識を持ってこの法案を提出されたというふうに理解をいたしておりますけど、そういうことでございますよね。藤田幸久君。国連決議以上にアメリカの情報において先ほどの遺体確認、それからテロとの戦い等も展開をしてこられたわけですから、したがってその参加自体の意味について聞いとるわけで、そしてその根絶のためには今おっしゃっていただいたような本当にアフガニスタンの国民のためになるようなテロ根絶の法案が必要だろうという関連だろうと思っておりますので、最後にそのテロとの戦いと、そしてこのテロとの根絶のためのこの法案であるという中身について、犬塚さんの方から、今日の流れを含めまして、答弁をいただきたいと。犬塚忠志君。ポッてつけて今いろいろと藤田議員がご指摘になったいろいろな問題がある中で、やはり一番考えなければいけないのは、現実にアフガニスタンで暮らしている方々が安心をして生活の心配なく暮らしていけるようになることが、テロ根絶のまさに根幹の部分だろうと思います。ここのところをきちんと議論しないで、広報のまた広報でやっている給油を続けるのかそうでないのかということだけに意見を集中させてしまって、全体を見ない、まさに当事者意識を持たないで法案を審議することは、私は一番の問題だろうと思っております。この法案はあくまでもアフガニスタンの平和と安定のために作るべきものでありますので、我が国がこれを機会に当事者意識を持って本当の根絶法案を可決するように我が党からもお願いしたいと思います。次に関連質疑を許します。徳永久君。続いて民主党新緑風会日本、徳永久さんの関連質問です。新緑風会日本の徳永久でございます。私は大きく2つの点について質問をい